さっきスーパーに寄ってきたら、やっと青森市内のスーパーにも、新米が並んで、やっとこれで安心していつでもお米買えるなっていう状況になったんだけれども、その値段がね、10キロ7000円になってて、すでに新米が並んでる関東圏とか、まあ、南の方たちからするとまあまあって感じなのかもしれないけれども、俺今日初めて新米見た我々からすると、今までは10キロ4,200〜4,300円、4,500円あればとりあえず買えたのが7,000円だったから、そのインパクトってのはやっぱすごいもので、みんな見て歩いて、わ、7,000円するとかね、うん、やっぱりそう思うよね。で、まあ、まず俺の感想とすれば、俺もびっくりした、7,000円ってのね。で、だけども俺は米農家が 95% 赤字とか、なんかそういう話も聞いてたりなんだり、大変なのも知ってるから、農家の収入がアップするんであれば俺はいいよと、我が家はいいよと。で、父親も母親も病気して、食べる量少ないわけさ。で、俺も仕事忙しくなればどんどん早く食って早く仕事っていう感じやったり、早飯食いなのさ。で、内臓が疲れて持病の腰痛にまで響いてて、これは減量しなきゃダメだと。で、おかゆ生活にしたのね。まあ、ちょっとそれるけど、おかゆって熱じゃん。ね、まあ、かさ増しされるっていうのもあるんだけど、暑いからちょびちょびゆっくり食べるしかないわけさ。だから、食事時間が延長されて、胃腸にも優しくて、食べる量も減らせてってことで、おかゆ生活してるんだけども、おかげで、米の消費量落ちたのね、我が家。母親も今年心筋梗塞してから、その心筋梗塞の体調をね、食事生活改善するためにおかゆ生活が始まって、それに俺が乗っかったって感じで、米の消費量どんどん減ってって、だから、我が家とすれば、ほぼ痛みはないし、農家の苦しさを知ってるからいいというふうに受け入れられるけれども、青森市の、作業員の、まあ、大体日当的に見ると大体1日8000円なわけさ。とすると1日働いて米10キロ分になっちゃうと、まあ、まあ7000と8000ではちょっと差はあるけれども、大体1日分になると。で、青森市の農作業の標準労賃の表がここにあるんだけども、稲刈りとか田植えとかでも1日7200円っていう値段になるわけさ。まあ、これ最低賃金上がったから来年はまた上がるはずだけども、上がるし、多く払ってる農家さんもいるとは思うけれども、いるはずだけれども、さすがにそういう状況なんで、うん、俺がね、仕事頼めば毎日お願いすることはできないけども、俺の仕事、遺品整理とか雪の仕事とかなれば1日1万円と昼飯は俺が出すと、ね、外のものでっていう感じではやってるけれども、まあ、それでも安い方になってきたかな、もしかするとね、うん、南の方からすれば安いけど、周辺からするとちょっと高いようにはやってるんだけども、常用じゃないからね、ちょっと高くしてやったりするんだけれども、で、まあ、それで1日の仕事の分が、米10キロになって減るってなれば、他のものも値上がりしてる状況になれば、ますます生活厳しいだろうなってね、うん、そう、さっき喋るの忘れたけれども、我が家とすれば畑やってるけれども、それほぼ外に売ることじゃなくて、自分で自家で消費する、家で消費する方向をメインにしたって、今までから取引あった、お世話になった人たちには、まあ良心的な価格だと思うかな、どうだろう、どう思ってるか分かんないけれども、いつもの値段で、今までの値段で販売するってことはしてるし、タダで差し入れしたりとかしてるんで、うちは食費とか何も別に何もいいんだけれども、ますますね、みんなの生活、サラリーマンだけでお金だけを稼いでる、で食べ物を買うとかしてる人たちは、ますます仕事とか生活が厳しくなっていくだろうなっていうのが、心苦しいよね。だからせめて食料品だけでも消費税 0% にするとか、この苦しい中、みんな苦しいからさ、苦しい声を聞いてるからさ、ね、そうなってくれば、みんなの生活が苦しくなってきて、消費が鈍ってくれば、まあ我々経営者も物が売りづらくなるし、それも生活に必要なもの、俺の仕事系はどうしても生活の中で必要になるものの分野であることが多いから、多分大丈夫だとは思うんだけれども、例えば俺の知り合いで言えば、居酒屋をね、経営してる人、スポーツジムを経営してる人、車を売ってる人とか、そうやってなってくる、その辺ってさ、まあ、言ってしまえば贅沢品の部類じゃん。居酒屋行かなくたって、ジムに行かなくたって、車ボロでも
いいし、それでも生きてはいけるわけじゃん。なくてはならないものではなくて、余裕があったら利用したい施設、商売だから、その辺もますます厳しくなっていくんじゃないかなって、お客さんの懐事情とか考えればさ。だから俺が通ってるっていうか世話になってるボランティアで、あのミット持ったりとかやってるんだけど、まあ、このチャンプスポーツボクシングクラブって、まあ、皆さん行ってみてほしいんだけれどもさ、ね、経営者の方とかもう月男の人だったら7000何ぼ8000円じゃはしないと思うけど、ただ米10キロ分になるわけじゃん。だからチャンプに ここに行くのも行くのと米買うのは両方両立な苦しいなっていう月の収入のラインの方からすれば、そのスポーツジムに通うのと米を買う、どっちか天秤にかけなきゃってなれば米買うっていう方に行くじゃん。でそういう風にしてやっぱだんどんどん苦しくなっていくんじゃないかなっていうのはずっと思ってはいたのさ。うん、だからそういう風なレジャー関係とかスポーツジム関係とかの方たち、飲食店、まあ俺の親戚のホイル屋のとこもこれからもしかすればお客さん行くのがね、週1で来てた人が週2になったりとか、ね、月1回になったりとかさ、例えばそうすれば行く頻度が減ってくれば売り上げも落ちていく可能性もあるし、まあ、外国人の観光客が来て補うかもしれないけれども、どんどんそういうふうに商売してる側、経営者側も苦しくなっていくんじゃないかなと。そうすればそこで働く人人員削減とか、給料を上げられないとか、そうすればまた生活が苦しくなってってね。だから大変だな大変だな大変だなしか言えないんだけどもね。うん、だから俺はこういう状況になるんじゃないかっていうのを10年20年弱15、6年ぐらい前から思ってたから、それに備えて自分で食べれるもの、なんか格好虫食いあったって何したって別に食えるんだったら俺はいいじゃんと思ってる人だから、美味しければいいじゃんと。俺の野菜は、まあ、品評会でね金賞取ったりとか新聞載ったりして、まあ、日本一美味しいよっていうのを野菜ソムリエの方で認められたから、まあ、美味しいんだけどね。で美味しいものを、ね、自分で作って自分で食べるっていう方向でやって置こうと。で仕事お金に関しては別の仕事で稼ごうってやってきて、それがだんだんやっとすげえ苦労したけどもさ、うつ病やって途中5年ぐらい何もできなかったりとかもあったけれども、なんとかそういう風になってきたから、自分で食べるものはある程度確保できるし、仕事の方もありがたいことにこう頼ってもらえる方もいるから、贅沢できるわけじゃないけどもね、うん、そっちの方でもう収入何個かあるから、まあ、だんだん楽になってきてるよね。だからみんなが苦しくなっていく中、俺はだんだん楽になってきてるのがちょっと、なんか申し訳ないような在学感というのもあるけれども、これからますますどんどん苦しくなっていくんじゃないかなと。今いい人たちもだんだん悪くなっていくんじゃないかと思って不安になったっていう話、今ずらずら喋ったけれども、とりあえず青森市の米が7000円っていうのはびっくりしてね。10年前静岡に行った時は10キロ5000円、青森の津軽ロマンが10キロ5000円だったから、それでもびっくりしたのさ。おおって、あの時は10キロ3000円前半とかで買えたの青森市もね。だそれからするとおおと思ったけれども、もうだんだんもうこっちもそんな余裕こいてられない状況になってきたんだなっていうさ。だからますます俺はやっぱり政治の方で食料品だけでもなんとかね、あの消費でゼロとかにできないかなって、軽減税率で 2% 減らすとかさ、新聞とか減らさなくていいからさ、新聞とかも軽減税率適用されてるけれども、じゃなくて食料品はもうゼロぐらいにしてくれないかなって思うなっていう感じで、まあ、ますますみんなの生活が苦しくなって、物が売りづらくなって経営がしづらくなるんだろうなと。まあ俺がこうなるだろうな、なるだろうってみんなが全然思わなかった時にこうなると思うっていう方向で準備してきたのが全部悪い方向で、まあ俺の予想通りに当たってはいるんだけども、悪い方向で予想したのが当たっちゃってるからね。まあ俺からすれば予想当たった嬉しさ反面、こう当たってほしくなかったなっていう気持ちもあるんだけども、まあとりあえず皆さんも家庭菜園できる状況であればやってほしいなとで、思います。家庭菜園やりながら覚えていけばいいし、多少虫食やったって食えるしさね、多少かぼちゃ日焼けしたところでさ、そこ削って食えばいいし、ちょっと腐った傷んだところも削って食べればいいし、その削ったところは土に戻して堆肥にして土作りに生かして
でまた取れるようにっていう感じでやっていけるからさ、自然農法、有機農法であればさ、そういう方向で家庭菜園できるからやってほしいし、プランター1個からでも始めてほしいなっていうのを改めて思った。もう本当にね、だんだん調子が良かったサラリーマンの先輩たちもだんだんわーって落ちてってさ、新車買えねぐなった、買おうと思ったのにとかの話も聞いてるから、ますます苦しくなっていくんだろうなって。それに備えてね、あのお金を稼ぐ、副業をやってお金を稼ぐとかもみんな言うけれどもありだし、まあ、こうやって俺が YouTube やってるのもそうなんだけどありだし、だけども食べ物を直接稼ぐ、畑をやる、山に行って取ってくる、魚釣るとかもありだし、なんかね、そういう風なお金だけじゃない稼ぎ方っていうものも皆さん考えた方がいいんじゃないかな。俺は考えてやってるけれども、その辺もね考えてきて今はあるけれども、そういうのを考えてやる時期じゃないかな、時期じゃないかなって言えば俺からすると遅いけどもね、ずっと前からもう15年20年前から分かってたけども、俺はこうなるだろうというのを予測してたけれども、周りに行っても誰も信じなかったんだもんね。 YouTube でやってやっと同じような気持ちの人が、同意してくれる人が集まってきてくれたっていう感じだけども、そういうことを考えてやって、でちょっと俺みたいにちょこっと多く作れる人は差し入れしたりなんだりってして、その人の誰かの役に立てるように生きていきたいなと。そういう風なやり方、みんなで助け合うしかないじゃんね。お金、税金が取られて、その分自助で何とかしろよ、工場で、共助で何とかしろよって、工場に頼るなってね、国に頼るなっていう感じだから、税金いっぱい取ってってるのにね。だからそう、とりあえず現状は自分で何とかするしかねえんだから、まあそういう感じで家庭菜園とか力入れるなりなんなりやることを本当に改めておすすめしますっていうところで、まあ動画終わりにしたいと思います。みんなきついとは分かるけれども、頑張っていきましょう。生きるしかないんでね、生きて生きて生き抜きましょう。